被災前の駅舎陸中山田駅より東、山田町中心街を望む陸中山田駅より西を望む陸中山田駅より東北東、山田町中心街を望む陸中山田駅は岩手県下平郡山田町川向町にある三陸鉄道リアス線の駅である。駅の愛称は海のオランダ島。2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波及びその後の火災で大きな被害を受け休止していたが、2019年3月23日に三陸鉄道の駅として営業再開された。三陸鉄道での復旧後も被災前と同じ相対式ホームに面2線を持つ列車交換可能な地上駅の構造を踏襲しており、互いのホームは跨線橋で連絡している。山田町観光協会が受託する簡易委託駅。新駅舎はオランダ島と風車を模した洋風のデザインになっている。山田町交流センターはピネ、山田町立図書館との合築駅になっており、連絡通路がつながっている。東日本大震災で被災して全壊した旧駅舎は1961年改築のコンクリート造りで、緑の窓口、自動券売機があった。また、旧駅舎上部に掲げられていた大時計は、同町八幡町内の三倉山に保存、展示されている。東日本旅客鉄道によると、2018年度の1日平均乗車人員は120人である。近年の推移は以下の通りである。ありがとうございます。